YouTube の動画でアンケートを取ることができます。はい、こんにちは、ハッチーノです。今回はですね、 YouTube の動画に、アンケートを設定して、アンケートに答えてもらうということで、じゃあね、どうやって YouTube の動画にアンケートをつけるかというところを実際に操作していきたいと思います。はい、まずですね、YouTube スタジオからですね、そのアンケートを追加したい動画を選びますと。動画の編集画面に行きます。はい、でここでですね、右側の一番下の方にスライドしていくと、ここにね、カードというねメニューがあります。このカードを使って設定していきますので、まずはこちらをクリックしますと。はい、そうするとね、カードの編集画面が出てきますので、プレビュー画面が出てきますので、ここで再生ストップして、ストップしておいた方が設定しやすいので、ね、ストップしないとこのね、カーソルが勝手に動いていっちゃうので、はい。で、ここでね、このカーソルを動かしたところ、例えば4分とかに、アンケートを設定したい場合は4分にして、ここでね、カードを追加というふうにやっていきます。で、今回ね、私はですね、2分くらいのところにね、アンケートを作ったので、アンケート回答しますって作ったので、ここにね、実際にアンケートを購入していきたいと思います。はい、だいたい2分45秒くらいがいいですかね。はい、で2分45秒からアンケートが出るように設定します。はい、でね、カードを追加というところをクリックしてください。でここにですね、いろんなね、動画を入れたりとか、あとチャンネルの宣伝を入れたりとかできるんですけど、3つ目にね、アンケートというボタンがあるので、ここでね、アンケートを作成ということで、はい、そうするとね、アンケートの質問が出てきますので、じゃあですね、今回は動画配信時間は時間帯かあいつがご希望ですか。はい、で回答がですね、私は朝方なのでね、朝配信するならいつがいいかっていうのを聞きたいので、はい。7時、8時、で、夜。はい。ね。選択肢がですね、5個までしか選べないので、ね。5時、6時、7時、8時、あとは夜が希望という感じで、今回はね、アンケートを取りたいと思います。はい。でね、アンケートと、選択肢決まったら、カードを作成と。はい。で、これでですね、もうすでにここにね、アンケートが購入されてます。で、この青いスライドをね、動かしてもらうと、ここになんかメモリがついてますよね。このメモリがですね、アンケートのね、表示されるタイミングになります。はい。じゃあですね、実際に、プレビューでね、見てみましょうかね。もうちょっと前から、2分40秒くらいから、プレビューしてみましょうか。はい。はい。そうするとね、ここにね、こんな感じで出てきましたね、今。はい。こんな感じでね、出ましたので、はい。で、ここで、タッチをすると、ね、こんな感じで、選べますので、で、アンケートの集計結果はリアルタイムでね、どんどん積み上がっていく形なので、後でね、結果を回収するとかではなくても、この動画を見に行って、こう、開いた時に、何パーセントとか、いう感じで出るようになってますのでね。はい。ぜひですね、YouTube 動画の中で何かこうね、簡単なアンケートを取りたいという場合は、この機能を使って、設定していただければと思います。はい。他にもね、あまり好ましくはないと思いますけれども、アンケート多分ね、何個でもって言ったら変か。5個、5つまでね、この動画だったり、チャンネル紹介だったり、アンケートををね、5つまではね、並べられますので、こう、例えばね、1分ごとに違うアンケートを表示したりとかっていうこともできないことはないですけれどもね、やっぱり見ててね、ちょっと何回も出てくるとうざいかなって思われてしまうので、その辺はね、皆さんの、
センスに任せ、お任せしますけれども、はい。まあ、一応こんな感じで簡単なアンケートが取れるということで、ぜひ、使ってみてください。はい。はい、それではですね、動画を公開してから10時間くらい経ちましたので、ぼちぼちね、アンケートの方集まってきたかと思いますので、実際にね、どんな感じになるかというのをね、見ていきたいと思います。はい。で、先ほどのね、動画の中では2分45秒って言ってたんですけど、ちょっとね、後で微調整して2分50秒から、アンケート出れるように微調整しました。はい。じゃあね、見ていきます。今、67、48、49、50。はい、出ましたね。こんな感じでね、パッっていう感じで出ますので、で、ここをね、クリックすると、アンケート結果、こういう形で出ます。はい。ね、今だと、動画、私の動画は7時台にね、結構、やっぱりこう、出社する前に、ちょっと見るという方が多いみたいですね。もともと私ずっと朝配信してきたので、ね、多分一般的には夜ね、8時、9時、10時くらいに配信するのが一番ね、いい時間帯だと思うんですけど、私はですね、ずっとこれまで朝配信し続けてきたせいか、やっぱりね、朝見る人が多いので、まあ、7時に一番多いっていうのは、まあ、それなりの結果かなと、ね。はい。だから、ちょっとね、私はレアケースなので、多分一般のね、多くの方は、8時、9時、10時くらいに動画を公開するのが一番視聴者が集まると思うので、はい。そこはね、やっぱり皆さんのその生活スタイルとか、ね、いつも動画を配信している時間帯 に集中すると思うので、はい。まあ、ね、実際にじゃあ視聴者さんはどういう時間が好みなのっていうのはね、こういう感じでアンケート取ることで、あ、やっぱり合ってたんだとかね、あれ全然違うぞとかね、まあそういったね、分析にもつながると思いますので、ぜひですね、アンケートを使ってみてはいかがでしょうかと。はい。ということでね、この動画、参考にね、どういう形になってるかって見たいという方は、この下に、URL 載せておきますので、2分50秒のところにアンケート出るようにしてますので、ね、2分45秒くらいから見ていただけるといいのかなと思います。結果だけ見るんだったらね、あまり時間関係なく、多分冒頭から、このね、右上のアイマークですね。インフォメーションマーク。これをクリックすると、出ますので、はい。2分50秒から出るって言ってるのは文字ですね。コメントがパッと出てくるんですよ。このアンケート自体はずっとね、動画の中ずっと出てるんですけれども、ここにアンケートがありますよっていう文字が出てくるのが、2分50秒のタイミングというところでね、そこもね、仕組みをご理解してください。こうやって今出ましたね。いつが希望ですかっていうのが、だいたい10秒くらい表示されてるのかな。で、10秒くらい経つと、また消えてしまいますので。結構長いですね。はい。20秒くらいですね。20秒くらい出てましたね。はい。なので、ね、で、消えてしまっても、このね、アイマークを押すと、出てくるということになるので、はい。ここのね、動作も、見てみてください。参考に。はい。ということでですね、今回は、YouTube 動画でアンケートを取るやり方、ね、あとはそのアンケートの見方を、動画で解説しました。